とりあえずまず先に3年生、本当にね、今まで、チームを引っ張ってきてくれて、ありがとうございました。ね、先生最初の頃も言ったけど、君たちがいたから今のねこのチームがあるんだよ。続けてたから、ね、少ない人数でも続けてたからこのチームがあって今日という日を迎えられたわけ、ね、そこは1年生は3年生にちゃんと感謝しないといけない、ね、それを今から、ね、君たちは3年生にプレーをするという形で返してください。しっかり、うん、3年生に恥じない、野球ができるようにこれから頑張ってください。お疲れ様です。1年生には本当感謝してます。自分たちが最初スタートした時は優斗、龍太郎、俺でスタートしました。そして去年の3年生が2人で5名で自分たちの代が始まりました。最初は連合って形で野球をスタートさせて少し恥ずかしいというか情けない気持ちがありました。ですが連合チームっていうのは部員が少ないからこそ一つの力となって戦うことができる、そういうことを学びました。今年3年生になって長い1年が長いような短いような1年が始まって自分が主将という立場に立ってみんなをまとめるという大切さや厳しさが分かる1年でした。もう自分たち3年生は試合がないんですけどまだ1、2年生はまだまだやれることがいっぱいあるのでそこに向かって頑張ってください。3年生は就職や進学いろいろとありますが何事にもくじけず頑張っていきましょう。今日の試合は本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、頑張りましょう。